肋骨がはっきりと見えるドーベルマンが震えながら立っており、とても弱っているように見えたが、なぜここに現れたのでしょうか。そして飼い主はどこにいたのでしょうか。救助センターのスタッフは、痩せたドーベルマンが街角に捨てられているというフィードバックを受け取り、非常に悪い状況だそうだ。現場に駆けつけた救助隊は、子犬を見てショックを受けた声を出さずにはいられなかった。痩せすぎて体に力が入らず、顔の前で手足を出して歩いていた。救助隊員は子犬に餌を与えたが、子犬は食べようとしなかったが、ただ尻尾を振って応じた。救助隊員は子犬に首輪をつけ、手であやし続け、それにしがみつくように励ますようにした。子犬はとてもおとなしくて、救助隊員の後について、一歩一歩救急車まで向かったが、救助隊員は子犬に飛び込んでもよいと合図したが、体力が弱っていたので飛び込むことができなかった。救助隊員はこれを見てとても悲しくなり、急いで子犬を抱いて車に乗せた。子犬は車の中でとても静かで周りをよく見回していた。ペット保護センターに到着すると、誰もがかわいそうなこの子に同情心を抱いた。スタッフは彼をなだめたり快適なクッションを与えたりして、休憩できるようにし続けた。みんなでその子犬をドルビーと名付け、救助センターの女の子はドルビーをとても気に入って、毎日太陽の光を浴びさせたり、日常生活の世話をしたりしていた。ドルビーも皆さんの思いを理解し、全力でリハビリに協力してくれた。救助センターにいる間、ドルビーはみんなととても仲良くなった。お嬢さんはドルビーにピンクのぬいぐるみをプレゼントしたところ、ドルビーはそのおもちゃをとても気に入って、毎日加えて庭で遊んでいた。それから間もなく、ドルビーはある家族に引き取られた。家族はドルビーの話に深く感動し、今では彼は最初の頃のようなガリガリではなく、丈夫な体を取り戻した。私たちの周りには、様々な理由で傷ついた野良動物がたくさんいるが、彼らは苦しみ弱りながらも人間への信頼を保っています。人々もそれらの動物たちに優しくして、より良い世界を一緒に築いていけたらいいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。